読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発リクソンがマスカットスタジアム。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。変化球インコースストライクです。ノーボールツーストライク。何か長岡当ててしまいました。デッドボール、完全にすっぽ抜けです。バッターは2番に入っている柳田。デッドボールのランナーが出ています。これが初球、ランナースタート。ここはキャッチャーよく刺してくれましたね。2球目は何で来るか。タイミングややずれています。あっという間にツーストライクです。アウトコースのチェンジアップ。次が4球目、三振になります。バッターは3番の丸。ツーアウトランナーありません。マウンド上ディクソン、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がる吉田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ初球は何か。初球空振りです。これが2球目。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました、流しました。バッターは2番に入っている亀井。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中打ちました。3番バッター浅村、ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。インサイド落ちました。まあ、送球がうまいキャッチャーですからランナーは走りにくいでしょうね。なるほど、そう。見逃し三振、ツーアウトになっています。バッターは4番村上。ツーアウトランナー一塁です。ランナー動きませんね。さあ2球目は何か。ランナー動いてきませんね。3球目は何で来るか。打ちました。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打席には5番バッター小笠原。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。初球打ち、右中間に強い打球。さあそして打席には森が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここまで無失点できてますんで。センターへ。バッターボックスは6番吉田。ジャイアンツ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあセンターへ吉田。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ファーストランナースタート。インサイド落ちました。打順は8番池山。ツーアウトになっています。
球は何で来るか。走ってきた、打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、ツーランホームランが出ました。ジャイアンツその差を3点に広げられる痛い一発となりました。ジャイアンツ追加点を許します。低めのいいボール、バッターは9番に入っている中村。ジャイアンツその最終回で得点を許しています。小宮山さん、最終回大きな局面を迎えてますね。これ以上離されると辛いですから、絶対点はやれないですね。そうですよね、ここからはきっちりと引っ張った、ジャイアンツ最後の攻撃になります。打順は5番松田。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、なんとしても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。頑張って、打ちました。バッターボックスには指名打者の森。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。2球目打ちました。バッターは7番に入っている相澤。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。低めに外れてボール。試合終了。